コートの種類、フォーマルな道行きタイプとカジュアルな道中着タイプの2つに分かれると思いますよ。これが道行きコート。コートの中では一番フォーマルな形と言われています。訪問着とか付け下げとか、そういうレースを着た時にはこういう道行きコートの方がしっくりくると思いますよ。これが道中着。コートの中ではカジュアルなタイプです。襟がずっと同じものを下まで続いていくものを道中襟と言います。これも講義的な意味では道中着、カジュアルな形になります。縦襟と別襟とになっている、これを着物襟と言います。道行きコートと道中着コート、まあお話はしましたけれどもね、趣味で着ている限りはあんまり難しく考えなくてもいいと思いますよ。うちはさ、洗える着物屋さんでしょ。だからやっぱり一番上に羽織るコートっていうのは洗えると便利だと思いますよ。